横井時義から1927年11月1日は、日本の農学者、農業経済学者で、東京帝国大学教授、東京農業大学所大学長である。稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞けという言葉は有名。肥後熊本藩士、横井久右衛門次卿の四男として生まれる。父次卿は、横井湘南の皇帝であった。時義は、幼少の頃より父に、侍の道を厳しく叩き込まれたという。明治4年熊本洋学校に入学、アメリカ人教師、ジェーンズの助手として、勉学に励んだ。明治11年9月駒場農学校の学本科を、首席で卒業。明治13年6月、同校農学科を卒業後、農業科学科に再入学したが、翌年退学して、神戸市師範学校嘱託、植物園長兼務を経て、明治15年3月、福岡農学校教諭となった。同校は明治前期に各地で設立され、短期間に消滅していった多くの公立農業学校の一つで、明治13年に福岡県官業試験場に併設され、明治20年3月に廃校となった。同校での講義をもとに、同年10月、初の著書、農業小学を刊行。福岡官業試験場長に就任し、近代農業発展に寄与した。特に特筆すべきことは、塩分濃度の高い塩水に種もみを浮かべ種もみの良し悪しを判断できる、種もみの塩水洗手法、塩水洗の考案である。明治24年に重要作物塩水洗手法を著述している。明治23年農商務大臣、井上馨に抜擢され、農商務省農務局第一課長となり、大日本農会幹事も兼ねた。明治27年帝国大学農科大学教授となった。明治32年農学博士となった。その後、徳川育英会が経営し、評議員として参加していた私立東京農学校が経営難に陥ったことから、学校経営を榎本武明から委託され、明治44年から昭和2年まで、東京農業大学学長として、日本最初の私立農学校を大学に昇格させるなど、農業教育の発展に尽力した。時代の当面する様々な問題を学問的裏付けに基づいて論じ、農学栄えて農業を滅ぶ、稲のことは稲に聞け、農業のことは農民に聞けといった、名言、格言、啓成の辞を残した。主著に、横井博士全集全10巻がある。長男、横井俊直も、農学博士、東京農業大学教授である。横井時義は、農本主義者であった。多摩霊園にある横井家の墓横井博士の格言の中には自ら育て上げ、大学に昇格させた東京農大の精神となって、現在も農大生に受け継がれているものも多い。ありがとうございます。